いただきます。どうも、パンケーキこと岸亮太と申します。今回なんですけど、なんかこの前放送中に報告いただきまして、なんかコメントの方でなんかこの前サーモンランやってたんですけど、なんかパンケーキフラットって名前の人が煽ったり放置したりしていましたみたいなね、報告をいただいて、いや僕身に覚えないし、そもそもサーモンラン全然やらないし、そう完全に今そのパンケーキフラットって名前の人は偽物なんですけど、まあね、それ以外にも結構他にもね、なんかこの前パンケーキフラットって名前のなんか人が煽ったりしてましたみたいな報告をなんかいただくんですよ。そのパンケーキさんじゃないですよねみたいな。全然違うからね、僕そんなことしないからね。まあ、僕結構名前パンケーキフラットの名前でやってることは多いけど、わざわざなんかそんなね、自分のなんか価値を下げるようなことをそんな誰見てるかわかんないとこでやらないから、そういうことやってる人は大体偽物なので、おいおいおい、そういうことやってるやつマジで見とるか、今見とるか、パンケーキフラットって名前使って迷惑行為してるやつ見とるか、マジでその名前にするんだったらさ、マジでさ、活躍してくれや。おパンケーキさん強って言われるプレイをしてくれ、頼むぞ。もうなんか変な迷惑行為とかするんだったら、もうなんかうんちみたいな真似しといてくれ迷惑プレイするやつはうんちって真似しといてくれ。そしたら分かりやすいから、あこいつうんちなんだなって分かりやすいからってことなんで、本当に、まあ、パンケーキ、まあ、僕がパンケーキって名前でやってるから、ちょっと偽物との区別がつきづらいっていうのをちょっと申し訳ないんですけど、まあ本当にそういうなんか変なことをやってる人は僕じゃないってことで、でなんかそういう報告をしていただけるのは割と嬉しいですね。本物と当たったっていう報告も結構嬉しいし、偽物がいましたよみたいな報告も、あ偽物いるんだみたいなね。あとそういうなんかその煽ってる偽物がいましたみたいな報告もまあいただけると、まあ、ひどくなってきたら僕の方もちょっとなんか何かしら僕の名前変えるとかね、対処していくので、まあありがたいことですね、報告いただけるのは。というわけで、まあそういう僕の名前とか、まあ他の配信者さんの名前とかも使ってる人いるけど、有名な人の名前使ってる人もいるけど、まあその名前でなんか迷惑な行為をするのはやめましょうね。まあ他の人に、その人によっては自分の名前使うこともやめてほしいって言ってる人もいると思うし、別に僕は、ちゃんと、人に迷惑かけない範囲なら名前使ってもいいよって、別に言ってるので、全然いいんですけど、まあ、そういう煽りプレイとかはやめてほしいです。というわけで。さあ、それでは、しょっつる鉱山、ガチョコバトルやっていきましょう。いや、ほんまに、そういう、パンケーキいるんやけど、パンケーキおりやんけ、パンケーキ、噂をすれば、おいおい、噂をすればなんと、あ、おい、お前煽っとんちゃうぞ、おいおい、俺の名前を使ってな、煽ってんな、マジかあいつ、マジかあいつああちょっと待って、こっち一人少ないのと一緒だよ。あ、マジか、おい、パンケーキフラットがそういうやつだと思われるやろ、マジで。本物は僕やからな。なんでだよ、あぶねえ、邪魔せんじゃろ、待って、こっちのパンケーキ、もう一人のパンケーキ、偽物死んでるくない？だって、どうしよう、これ。おい、戦ってくれ。ここはやるけど、よし、2本やって。絶破対決になっている。キー。あー、マジか。逃げんな。いやー、誘われていた。
さあ体勢を立て直していけ。うん、こっちもパンケーキは戦っているのか、偽物、偽物戦ってんのか。おりゃおりゃ、あー今気づいたけど、ガチホコの口の中になんか、あの、砲撃するやつみたいなのが、あ、おいまあ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 、まあこっち一人いないようなもんだから。うん、これは仕方ないね。次。さあ、それでは気を取り直して、縁側河川敷がチョコバトルやっていきましょう。いや、マジでさっきはさ、増えとるふ、ふえ、あ、全員、パンケーキかと思ったら一人パンケーキがいるんだけど、名前間違ってんじゃねえか、しかも。さ、相変わらずパンケーキ煽ってんだけど、大丈夫か俺。さあ、どうしようかな。結構普通にやってる人もいるね。普通にやってくれている人もいるね。ほい。いやー、マジか。ぴょんぴょんしている。なんなんだこれ。僕の偽物多すぎだろ、マジ。ダイナモ相手にいるの怖いな、これ。うわー、挟まれている。危ねえ。どうしよう。ここをどうにか、ここをどうにか、あーあ落ちてったどうした、パンケーキ。大丈夫か、パンケーキ。うわっ、あいつか、煽ってやめろ、パンケーキ、やめろ。パンケーキ全員煽り中だと思われてしまう。でもむしろここの部屋全員パンケーキだから、逆に大丈夫かもしれないな他の人にはそうは思われないだろう。こっちは行こう。よし、相手に落ちしている。待って、いる、なんかいる、いやおい、煽ってんじゃねえぞ。いや、マジでパンケーキ、マジでパンケーキって名前にするやつ 100% 煽ってくる説あるぞこれあ、死ぬ、あ、死ぬ、あ、生きてない、いや、生きてる、よし。あ、待って、全員ダイナモローラーだからハイプレの多いこと。相打ちかダイナモ、相打ちにしかならねえ。パンケーキって名前に戸惑ってしまったけど、ちょっと本気でやってみるか。本気でやってるか、ここから。何?危ねえ。あ、もう一体いる。ナイス、いいぞ。なにー、こっちは当たらない角度だったぞ、今の。よし。ほっ。こっち寝落ちしている。
しかし相手のダイナもなかなか、いやーマジか、なんでなんでこっちのこっちの縦振りは殺せないのに相手の縦振りは殺せるんだ、おかしいだろう。どれい、どれい、どれい、敵どこだ、あっちにいるな、たくさん。ちょ、ハイプレを全然入ってないから。おえー、それやばすぎ。おえー、それやばすぎ、ねえ。でもこっち勝ってるからな、こっち勝ってるからな、もうもうパンケーキって名前にしてるやつ煽るな、マジ。はい、というわけで今回はパンケーキって名前にして迷惑行為をしないようにしてください、というわけでごちそうさまでした。ありがとうございました。撮影協力してくれた人もありがとうございました。それでは、またね。バイバイ。